内を締める伊藤の棒に並んでくる松尾、並んでくる松尾、3番対1番岩崎良一の体勢、早川4番手に上がった、まもなくチェッカーブラック、さあフルスを取る、並んでくる、並んでくる、しかし松尾伊藤の棒。1着おめでとうございます。ありがとうございます。前回クランク変えたんで、このクランク動くかどうかちょっと不安だったんですけど、動いてその部分では安心しています。昨日からはキャブを扱いました。タイムは落ちてるんですけども、動きは悪くないと思います。そうですね、結構浮いたんで、ちょっと自分のスタートではなかったですね。3、4コーナーのカーブ、伊藤の棒が早めの仕掛け、ちょっとインコースに詰まっている、松尾が外から強烈なまくりを浴びせようとしている、さあ2番手の才が殺到しています。内側から小回りは伊藤の棒、外から松尾博文、松尾と伊藤が並んでいる、松尾と伊藤が並んでいる、ここで先頭を取りました。5番の伊藤の棒が2番手の位置、先頭立つまではすごく感じよかったです。ただその後先頭立ってからペース上がらなかったです。それ課題ですね。はい、音が聞こえてたんで、ちょっと意識して走りました。初日に比べたらかなり良くなってるんで、まあ、こっちの方向で整備したいなと思います。そうですね、反応はエンジンしてくれるんで、間違った判断しないようにしたいですね。